桜の名所として知られる金沢市の兼六園では、無料開園最終日の今日も朝から多くの観光客でにぎわいました。金沢市では平年より11日早い先月23日にソメイヨシノの開花が発表されました。それに合わせ兼六園でも去年より1週間早い先月27日から無料開園を行っています。兼六園にはソメイヨシノのほか、彼岸桜などおよそ400本の桜があり、すでに散り始めていますが、無料開園最終日の今日も朝早くから多くの観光客が桜を楽しんでいました。すごく綺麗でした。青空と、なんていうんですか、コントラストがすごくて、昨日の夜も来たんですけど、ライトアップよりは朝の方がすごく綺麗でした。はい。金沢って一番いい時に兼六園無料公開するじゃないですか。こんないいところってないよねって言って、これ3回目なんですけど、金沢の桜気に入ってて見に来ます。3時間か4時間ぐらいかかりますけど。桜はどうでしたか？綺麗でした。なお兼六園の無料開園は今日午後9時30分までで、日没からはライトアップも行われます。